ほら見て、あ、レブマッチ来た。レブマッチ書いてた。ね、さらっと書いてた。インディビジュアルモード、スポーツモード、ノーマルモード。あ、イーコンがついてんの？で、これ見て、ほら、パノラマミック。サンルーフついた、来た。見て、ちょっと雰囲気違くないねえ、これ、Google ですよ。Google アシスト。いや、このリアウィング、こっちにするか。ねえ、これはだって、シェブロンね、風を切って安定させるみたいな。いや、このダックテールタイプのテールゲートスポイラー。これ、どっち選ぶ？いや、こっちかな。はい、というわけでやってまいりました。今日ですね、こちら。シビック RS と、シビック EHEV ですね。マイナーチェンジしましたね。ついにこの6速マニュアル専用の、RS が出たということですね。いや、私ね、オートサロンで、これ実車見てきました。いや、その時はまだコンセプトだったんで、どんなのが出るかなっていう感じだったんですが、北米の方で出た SI っていうのがあって、それとね、まあほぼ同じだなという予想でしたね。で、今回普通のシビックの方も顔が変わったということでね、ちょっと見ていきましょう。私ね、こういったシビックの動画とかホンダの動画よく出しております。チャンネル登録まだの方はぜひともこのタイミングでよろしくお願いします。ね、2つの爽快、2つのシビックということでね、2024年の9月デビューということです。おめでとうございます。ね、最近ね、結構遅れに遅れてて、ね、ちゃんと出るのかなと思ってたんですけど、ちゃんと9月にね、出ましたね。新世代のスポーティーネスということで、ちょっと見ていきましょう。あ、いきなり、なんか見て、先行展示会がある。いつ？お、これか、え埼玉と神奈川県しかないの？しかも、この埼玉の方が8月1日からとなってますね。いや、この1店舗だけ、ここは一番最初に見れると。しかもこれディーラーさんで展示ということか。いや、やっぱね、ちょっと振り分けが今回、なんかかなり少ないというね、お話を聞いたことがあるんで、欲しい方、本当に早めにね、これも予約しに行ってください。で、これね、VTEC Turbo RS ということで、なんかターボが強調されてるような、前からターボでしたけどね。まあ、今回はこの進化系 MT がもたらすということでね、マニュアル車専用車両になるということです。で、普通のシビックの方はね、オートマしかないということで、マニュアル設定がもうなくなったということですね。まあ、この RS はこの専用チューニングされた足回りと、ほら見て、あ、レブマッチ来た。レブマッチ書いてた。ね、さらっと書いてたわ。FL5 は一速からレブマッチが使えるということで、まあ、今回のこの RS もこの一速から使えるというね、北米の方はそういうお話でした。いや、これついてるとね、まあ、1.5 リッターなんですけど、かなり面白いと思いますよ。シンクロしてくれるんですよね。まあ、言ったらこのヒール&トゥーして、エンジンの回転数を、ふんふんふんってこう上げてね、こう。で、一番このミートポイントっていうのがあるんですよ。そのオートマのように、こう、ガックンってならんように、かかとで調整しながら、回転数をね、合わせていくというね、そういうのが、こう、自動で車がやってくれるというね、それがレブマッチシステムになります。オートサロンの方でこれお披露目があったんで、それまあ見てきたんで、まあほぼ同じですよね。あれはコンセプトというお話でしたが、内装がね真っ暗で見えてなかったんですけど、アメリカの SI の方が結構ね、なんかシートがデザインがなとか内装がなっていう人が言ってたんですけど、今回これちょっと初めてだわ。どんなの？ちょっとさっき飛ばすけど、あ、出てたわ。黒内装、よかった。あ、シートは、今のシートと、なんかデザインはよく似てるな。ね、赤のステッチが逆に、え、なくなった？ある？あ、で、ここほら、赤のラインが入ってますよね。あ、この辺は残したな。で、ハンドルのところも、このシルバーは黒になってる。よかった。ね、結構シルバーが目立ってて、ね、シルバーと赤が結構ギラギラしててどうかなと思ってたんですけど、北米バージョンね。それがこの日本の RS は結構ね、大人っぽくなってていい感じ。これはいい感じ。ね、皆さんよかった。よかったね、これシート。実際ね、この間のコメントでも、シート、これ前の方がいいよとかいう人結構いらしてたんで、いや、今回これ良くなった。ね、シフトレバー。まあ、これ本革のアルミですよね。タイプ R は全部、アルミの削り出しで、冬場はめっちゃ冷たくて、夏は暑いっていうね、シフトレバーなんですけど、それが、革張りになってるんで、ね、そんな感じよね。ティアドロップ型っぽい、ちょっとまん丸じゃない感じ。
で、これをレブマッチシステム、ね、シンクロしてくれるということですよ。これはね、運転するのめっちゃ楽しい。で、このドライブモードスイッチが、ついてるということですね。前もついてたよな。ね、スポーツと、あ、そうそう、今回ね、インディビジュアルモードっていうのがつくはずです。ここ書いてないよな。まあ、自分に合ったセッティングができるということですね。メーターはね、このスポーツにして、エンジンの出力は燃費も稼いで普通の、ノーマルにするとかね、そういうのができます。で、この RS のエンブレムね、いや、かっこいいよな。ね、これね、ほら、なんかね、パッと見にね、タイプ R にやっぱ見えるよ。羽はないけどな。やっぱこの顔がやっぱ結構かっこよくなった。だいぶね、ボリューミーな感じではあるんですけど、ちょっとね、なんかエッジの効いた感じで NSX よりのデザインでもあるのかなっていうね、そんな感じがします。で、この目元、ね、ここ目元、こっち目尻。目元を目尻目尻って言ってましたけど、で、ここにね、なんかあの、ラインが入ってるんですよね。で、このハニカムグリルが結構かっこいい、かっこよくなった。これね、ちょっと比べてみると、ちょっとこれ両方とも黒っぽいんでね、わかりづらいんですけど、ここ、普通の、あの、EHEV の方は同色になってるんですよね。この目元のこのライン、アイライン。ね、ここを塗装されてます。それが、RS は黒なんですよね。これ、ボディカラーが何色になっても、ここは黒になるということです。ちょっとね、この目元が締まってキリッとした感じに見えるのかな。で、RS は、この黒の加色が結構あって、ホイールとかもね、黒になるんですよね。この写真ちょっとわかりづらいけど。ね、あの、EHEV はシルバーのホイールになります。まあ、今回ね、これ結構売れると思います。ね、ただ、噂では、あの、さっきも言ったんですけど、数はね、最初の段階は、なかなか少ないんじゃないかというお話ですね。やっぱね、あの、タイプ R 欲しいけど、うん、今、受注がね、一旦停止になってるんで、まあ、しょうがなしにこれ買おうかっていう方もいるとは思うんですけど、まあ、それ以上に、やっぱね、やっぱタイプ R まではいらないよと、2リッターのあの、本気のスポーツはいらんから、まあ、ちょっとこの RS ですよ、ロードセーリング。ね、ちょっとスポーティーに走りたいという方は、これね、本当にね、いいと思う。普通のね、今まで出てた6速マニュアルの 1.5 リッターでも結構走ったんで、ね、あれからあの馬力がちょっと上がって200馬力になるという噂ですよね。で、これアルミホイール、ね、黒ですよね。ベルリナブラックと、あの RS の専用サスペンションということですね。ちょっと足回り硬くなってんの？どうなってんの？で、次はこれ、あ、スポーツ EHEV。ね、あの EHEV にスポーツってついてますね。これ前からスポーツハイブリッドっていうね、名前でしたっけ。ね、ドラマティックに爽快な走りへということで、やっぱね、走りを、あの、強調してますね。これ EHEV のグレードは EX になってます。もう一つね、確か LX も出るはずですよね。いや、これ気になるのが値段よ。ね、今390何万なんですけど、これでね、だいぶ値上げするはずです。10万か15万ぐらい値上げするんじゃないですかね。いや、このカラーリングもかっこいい。ね、なんかやっぱデザイン良くなったと思う、今回。あの EHEV は、まあ言ったら電気自動車にだいぶ近いです。あのエンジンは普段、あの充電のために動いてるということですね。なので街中はほとんどこの EV モードで走っております。まああとオートマなんですけど、この減速セレクター、これがついてるんで、まあスポーティーに運転ができるというものですね。あのパドルシフトからもこの減速セレクターという名前に変わりましたよね。回生ブレーキを使いながら、あの電池を充填していくということになりますね。で、このアクティブサウンドコントロール、ね、これね、実は私のタイプ R もそうなんですけど、あのエンジン音がこれ擬似音としてスピーカーから出てるというものになるんですね。これね、あの言われないと分かんないです。結構自然な感じで、おお結構いい音鳴るなみたいな感じがしますね。最近ね、やっぱりあの騒音規制とかがあって、外であのブンブン音鳴らせないんで、まあ、運転してる人だけに聞こえるというものになりますね。で、エレクトリックギアセレクターということで、もうシフトレバーはなくて、このボタンになったということですね。で、これ見て、ほら、パノラマミックサンルーフついた、きた。ね、しかもこれなんか幅広くない？幅が広くない？なんか、これ今さらっと来たけど、これみんな欲しい欲しいって言ってた。北米のシビックは前のタイプから実はこれ設定があったんですけど、その設定よりなんかもっと大きいよ。しかも、これオープンになる。ちゃんと開くわ、上に。ね、今タバコ吸う人少ないんですけど、かなり重宝すると思うよ。で、18インチのアルミホイールね。シャークグレーメタリックと、マットの、切削の加工はされてるというものになります。
デザイン的にはかっこいいと思いますね。です、ホンダセンシング。ね、これ急アクセル抑制機能がついてなかったんね。もうね、今だいたいこれついてます。ただ、まあ、ただこれディーラーの方で5、6000円やったかな。ちょっとお金足して機能を足すという感じになりますね。まあこの辺のね、渋滞追従機能がついたことによって、まあ0キロから前の車追尾したりとか、ハンドルがね0キロからククッと曲がったりするんで、こういったねドライバーの運転支援機能がいっぱいついてるんで、本当に安心ですよね。で、テクノロジーといえばこのホンダコネクトね、今回これがついたんよ。見て、ちょっと雰囲気違くないねえ、これ Google ですよ、 Google アシスト。これ音声がつきました。音声がかなり良くなった。アコードがこれ先についてたんですけど、やっぱシビックまでやっと降りてきましたね。これね、かなり良い。今回かなりこれが良くなった。運転しながらこの Google マップね、これをアシストしてくれるのね。まあ、高速道路で行き先を決めた後に急にね経路を変えたりしたい時ありますよね。そういう時に OK Google 何々の方に行ってって言うとね、なんかこの音声で変えてくれます。今まではね、このナビって一旦停車してからじゃないといじれなかったんですが、まあ走りながら進路変更ができるというものになりますよね。あと電話とかメールもできんのね。メールができるっていいよね。なかなかしないけどな。で、車内温度調節もできるんか。で、どんな感じで言ったらいいんですかね。ちょっと寒いとか言ったら、なんか温度上げてくれんのかな。あ、で、この Google Play っていうのもあんのね。音楽、ポッドキャスト、オーディオブックなど、ご自身の使い慣れたアプリを車でも使用できますと。いうことか。ね、ここに YouTube あんのかなと思ったから、YouTube Music って書いてますね。さすがにそこまでは、運転中はね、動画見れないということですよね。ね、これ RS6MT ですよね。やっぱこの黒がね、今回人気みたいですね。他のカラーもいいと思うんですけど、なんか今回この黒黒真っ黒っていうのがね、結構お客さんから問い合わせがあるみたいです。ね、このリアがな、やっぱな、ちょっと寂しい気がするけど、まあ、ちょっとなんか、ここに小さいリアウィングとかね、ちょっと特徴的なのつけてくれてもよかったのかなとは思いました。で、室内も黒なんで、ね、変になんか赤色とか、そんなに入れてなくてかっこいいなと思いましたね。っていうか、こんなところに反射板あったっけ？ちょっと今のモデル、あ、こんな感じね。あ、だいぶ違うよな。やっぱりな。こっちが新しいモデル。で、こっちが前のモデル。で、あ、だいぶ顔違うわな。だいぶ違う、だいぶ違う。ね、ちょっと優しさもあったけど、今回やっぱアグレッシブというか、より走りそうな顔になったよな。そっか、リアね。リアはこんな感じ。あ、ここにあったわ。ね、反射板がありました。気がつかなかったですね。で、この下回り、このマフラーのところは、これ EHV なんで、マフラーカッターないですけど、この下の空気のなんかダウンフォース稼いでるみたいな、こういうのはありましたね。ね、あ、変わらず、ね、ほぼ変わらず。で、さっき見たね、この内装ね。よかったね、みんなね。よかったね、この黒で。いや、本当に良かったと思う。アメリカのこの SI に関しては、ヘッドレストがもう一体化してて、なんかスポーティーなデザインではあるんですが、ちょっとこれだったらな、どうなのっていうね、感じがしましたね。やっぱりそのタイプ R との差というか、ちょっとやっぱりタイプ R と比べると、なんか目を取りするなっていうね、感じですよね。で、結構やっぱこの赤色がね、ちらほら出てるんで気になるなという感じがしてました。で、この赤いラインは今回、日本の RS でも採用されたということですね。で、このハンドルのところ、この下もシルバーになってんのね。で、このシフトレバーとか、このカバーに関しては一緒かな。これ、なんかシルバーに見えるけど、実際どうなんかね。よかった。ね、よかった。ありがとうございます。さすが日本人の好みを分かってるな。ね、ここはね、やっぱシルバーというより、だいぶ抑えてる。ね、なんかちょっとガンメタというか、そんなにね、いやらしくないよな。で、これで赤のラインが入ってるんで、あ、そこまでっていう感じがする。ね、なんか、これぐらいの赤だったら耐えれる。耐えれるというか、別に逆にいい感じ。あ、で、これドア周りよく見たら、ここに赤のラインが走ってんのね。ドアのこの手元のところに赤のラインが入ったんですね。これなんかちょっと黒っぽく見えない？このカバー。ね。海外の SI はシルバーだったんですけど、これなんか黒っぽくてかっこいい。ね。シートもこの赤のステッチが、おとなしく入ってる程度で、
いや、センスいいよ。で、この RS、ね、こういうのもついてるね。ちゃんとアクティブコーナリングライト。で、まあ、このレブマッチね。そうそう。やっぱりこれが今回のね、醍醐味ですよね。やっぱ6速マニュアルなんですけど、運転がちょっとね、久しぶりに乗るけど心配だわっていう人でもこれレブマッチついてるから、本当にいいと思う。ね、シンクロし合わせてくれる。で、さらにこのブレーキホールドがついてるんで、オートマでも、坂道発進の時全然大丈夫。私ね、タイプ R の6速マニュアル、久々に乗った時に、このブレーキホールドがついてることによって本当に救われました。で、まあこれは当たり前よね。アジャイルハンドリングアシスト。ね、コーナーリングとかスッと曲がってくれる。で、Google 搭載の9インチのディスプレイと ETC も搭載なんね。最初からついてんのね。あ、そっか、最初から色々ついてんな。で、ドライブモードスイッチは書いてた。インディビジュアルモード、スポーツモード、ノーマルモード。あ、イーコンがついてんの？タイプ R イーコンついてない。ね、なのでこれ6速マニュアルでスポーティーだけど、エコ運転もできるということで、まあ 1.5 リッターで、ね、ターボ車ではあるけど、燃費もそんなに悪くなさそう。これはあれですよ。EHV じゃなくてガソリンの 1.5 リッターですね。あ、内装白いわ。あれ、白かった。インテリアカラーはグレーって書いてる。EX のインテリアカラーはブラックもお選びできますと。これ EX のって書いてるから、LX の方はこのグレーしか選べないということになるんかな。で、ボディカラー、あ、これなんか白タイプ R みたい。え、これ一瞬タイプ R って思っちゃった。で、さっきのクリスタルブラックパールね。で、赤で、あ、これが今回新色ね。シーベットブルーパール。で、ソニックグレーパールね。ああ、もうこうなるともう私のタイプ R と一緒だわ、これ。ね、これでも十分いいかもしれん。あ、360度。なんか見れるみたい。もう、どうよ、これ。ね、あ、かっこいい。やっぱシビックってかっこいい。あ、こうやって見ると、よく見える。あ、こうやって引いたり近づいたりもできる。ね。あ、この RS エンブレムいいな。いや、ちょうどいいかもしれん、これぐらいが。ねえ、やっぱタイプ R ちょっと、だいぶ今回 FL5 になって、おとなしいデザインにはなったんですけど、大人っぽくはなったんですけど、それでもちょっと派手だなと思ってる方は、この RS ちょうどいい。で、実はこのシビックのハッチバックってね、結構軽量化されてて、ここはね、鉄板じゃなくて樹脂だったりするんですよね、このハッチバックのところ。ね、フレームもね、やっぱタイプ R 作るためにこれ開発したんで、しっかりしてるというお話ですよね。やっぱこのドア周り、ね、ここもブラックの加色よ。ツヤツヤのね、ブラック加色がこう回ってます。で、下の方もこう黒で統一されてて、いや、なかなかシルバーっていうのがない。あ、このシビックのエンブレムとこのホンダのエンブレムも黒にしたいよな、こうなったら。その辺ね、ちょっとオプションで皆さん変える人多いんじゃないですかね。あ、で、テールランプ、これはね、普通のテールランプでした。海外の SI のセダンはなんかブラックアウトされてるんじゃないかっていうね、噂も立ってましたね。オデッセイが結構このテールランプ黒くなりましたよね。ああいう感じで黒くしてくれてもよかったのになとちょっと思いましたね。そうするとこのフロントのエンブレムを黒に変えてしたらもう本当に真っ黒になる。ちょっとボディカラー変えてみるわ。あ、白。おー。あ、どう？タイプ R じゃん、これ。あ、でもプラチナホワイトパールなんで、タイプ R はチャンピオンシップホワイトっていうね、ちょっと気なりの白なんですよね。それとの差はある。あ、これやっぱミラーが黒とかでなんか締まって見えんのかな。あ、このシャークフィンアンテナは黒だわ。あ、こうやって見るとどの部分が黒いかわかるね。この下のガーニッシュも黒だよな。あ、どうですか皆さんね。かっこよくない？結構、あ、ここの鏡面が黒になっただけですごい締まって見えるわ。やっぱソニックグレーね、やっぱ流行りの色ではあるんですけど、やっぱ外車でね、結構ありますよね。ポルシェとか BM さんでもこの色ありますけど、なんかね、結構流行ってるよね、この色。これ赤なんですけど、結構濃い赤ね。ちょっとマツダさんとか、あの辺の色に近いかな。これはこれでね、すごいやっぱ高級感があるなと。いうね、すごい綺麗な赤でした。
で、今回の新色のシーベットブルーパールね。どう？皆さん。なんかちょっと昔のオデッセイとかこんなんあったかな？こんな色あったかな？もうちょっと派手なブルーでもよかったかな？この赤を意識しすぎたかな？赤と同じぐらいのトーンでブルーになってるんで。いやー、RS だけはちょっと、もうちょっと派手な色があってもよかったかなと思いましたね。純正アクセサリーあったわ。ちょっと見てみる。おー、ちょっと待てよ。これ、11月中旬に発売予定って書いてる。これ皆さんもうこれ買うときに注文しといてください。これ絶対つけて。テールゲートスポイラー。ね、ウィングタイプ。下このギザギザあるわ。これちょっと変えようかな？タイプ R につくんかな？これ。いや、すごないこれ。すごい立体造形。あ、タイプ R とはちょっと違う。ちょっと違うけどかっこいい。あ、なんか、これドリキンさんではないか。これちょっと著作権の関係で再生はできませんが。ちょっとだけ見てみる？いや、少しだけ見ましたけど、なんかね、やっぱ職人技っていう感じ？やっぱ苦労して開発されたんだなというね、そういったムービーになってましたね。お？これは、あ、これ出たん？これいいじゃん。これダックテールタイプっていうのが出たの？やったね。いや、これ、なんかちょっと水が溜まりそうですけど。いや、これ、どんな、ちょっと全体像見れんの？ファストバックスタイルを印象付けるスタイリングということですね。あ、このスポーツラインとツーリングラインに分かれるんか。いや、なんかアクセスさん最近いい。これフロントがちょっとだいぶ違うんかな。この辺黒になってる。ね、ちょっと出張ってるよな。ツーリングの方はこれ、ちょっと微妙な差やけど、確かに違う。ねえ、かっこよくないこれ。いや、これで RS やったらめっちゃかっこいい。ロアグリルガーニッシュ。へえ、いいね。これ、フロントバンパーガーニッシュかっけえ。これかっけえ、つけたい。あ、で、ドアミラーカバーで真っ黒にできんのね。で、ツーリングラインは？で、ロアグリルガーニッシュはちょっとデザインが違うな。ちょっとおとなしい。そうか、やっぱこの塗装の差なんかな。これ一緒よね。ね、やっぱ黒ツヤなのか、ボディ同色なのか、この目元のやつもね、色がつけれますよっていう、そんなお話かな。あ、そっか、これ、フォグライトがないよな。あれ？前のシビックは？あ、ついてる。ね、フォグライト最初からついてたよな。それが今回はついてないので、こういったオプション扱いになるということね。で、最近ね、このイエローも結構流行ってきてる。昔はこのフォグライトって言ったらイエローだったんですけど、ね、最近ずっと白くなってきて、また黄色もいいよっていう感じになってますね。で、イルミネーションもつけれたり、ね、いろいろこの辺悩ましいよな。あ、で、あったわ、これ。ほら、ブラックエンブレムありましたよ、皆さん。これに変えましょう。いやー、これよかった。いや、このリアウィング、こっちにするか、ねえ、これはだって、シェブロンね、風を切って安定させるみたいな、切り刻まれてるっていう感じがしますよね。これと、いや、このダックテールタイプのテールゲートスポイラー、これどっち選ぶ？いや、こっちかな？ねえ、やっぱタイプ R みたいに、あこまで派手じゃない方がいいっていう方が、今回 RS 買う人多いと思うんで、そうなるとやっぱこっちのタイプつけたいって思うでしょうね。これもなんか共色に塗装できたらいいのにな。で、最後にお値段ね。これが今のシビックのラインナップです。EHEV は398万。で、EX のガソリンは359万ね。なので、まあ、この間ぐらいじゃないかっていうね、予想はされてます。なので、まあ、400万切っては欲しいな、RS な。で、普通の EHEV は、まあ、値上げなんで、まあ、410万とか415万ぐらいになるんじゃないですかね。はい、というわけで、シビック RS が出ましたね。こちら、2024年の、9月に発売ということになりました。皆さんね、この RS、欲しい方は本当に早めにディーラーさんに行った方がいいと思います。なんか最初は数が少ないというね、噂ですね。で、普通のシビックもね、だいぶ良くなったので、顔もかっこよくなって、シビックいいなと思ってた方は、ぜひともこのタイミングで購入してみてはいかがでしょうか。私ね、こういったシビックの動画とかホンダの動画よく出しております。チャンネル登録まだの方はぜひともこのタイミングでよろしくお願いします。そして動画が面白いと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。
はい、というわけで今日は、シビックがマイナーチェンジして RS が出たよというお話でした。じゃあね、バーイ。